はい。じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の週シ,シリーズ第78弾やっていきましょう。で、今皆さんの画面にも映っているようにこれね、問題4問のみとなっております。で、ちょっとここでね、ある話をさせてほしいんですが、えー、今回の問題はどっか変わったところの問題を持ってきたわけじゃなくって、普通に公立入試、去年の公立入試のあるね、都道府県の公立入試の大問1とか、 大門に普通は消門集合が集まっているところで取材された問題なんですよ。で、これはまだ都道府県全国で見た時には少ないんですけど、おそらくこれからこういったね、消門集合の形になっていく都道府県は増えていくと勝手に思っています。だから皆さんが住んでいる都道府県の去年が、いや、こういうタイプじゃなかったし、売やる必要なくねと思う方もいると思うんですけど、 じゃあ今年、皆さんが受験する年、ね、の問題がこういう変化をしてこないって保証はないんですよね。だからぜひ、これ聞かれてることは、消耗集合で聞かれてることとあんま変わんないんですよ。基本的なことを聞かれてるんですが、出題の仕方がちょっと厄介なんですよ。トリッキーな出し方をしてるんですね。だからこういう問題にも慣れていく必要は、これからは確実にあると思っているので、まあ、そういった思いをあるんだというのをね、踏まえた上で、ぜひね、話を聞いていただけたら嬉しいです。 ではね前置きが長くなりましたが一回やってもらってねちょっと分かんなかったり不安なところはこの後全部解説するんで聞いてみてください。いいかなそれじゃあ早速始めていきましょうということで動画下げあごめん画面下げますね。よっこの辺かな。まあ最初にも話しましたけどほんと増えると思うこのタイプの問題は。確かに大門さんはまあでもそれでも出るもんな普通にこのタイプも。 大問モ用が一番顕著かもしれない。普通にこうやって、え、反比例と二次関数がパッて出、出されてるけど、聞かれてることはめちゃめちゃ基礎なんだよね。だけど、ああやって文章がいっぱいになったりとか、こうちょっとね、二つ反比例と二次関数絡んでると難しそうに見えるんですよ。だからまあ、生徒の心を折ってくるタイプの問題ですよね。粘り強さが若干必要になると。じゃあ、大問1から行きましょう。えっ、ー、と、長方形 ABCD。これね、でかいやつ。 があって、まあ、長さが書き、書き込まれてるんですよね。これ正方形と正方形で、こっちが一辺ルート5です。で、こっちが一辺ルート10。その時にこの斜線が引かれてるところ、この長方形の周の長さね、面積じゃないですよ。これ気をつけてね。周と面積で結構混ざって、本番ミスすること多いんで,で、周の長さを求めなさいと。だから、ま、周聞かれてるから、別にこの長さと、 この長さ出せばいいですよねあ。もっと簡単なやり方あるんですが、一応こっちでいきます。例えばこっちはさ、ここ正方形ルート5、ルート5だから、ここもルート5ですよね。同じ。こことここ同じだから。で、こっち側は全体がルート10で、ここルート5だから、ルート10からルート5引いてるんで、ルート10マイナスルート5ですよね。で、周の長さっていうのはこのルート 5? 横が2本、縦が2本だから、まず横2本。ルート5が2本なんで、 2ルート5、これが横の分ね。足す縦の分、これ2倍するから一応カッコつけましょうね。2カッルート10マイナスルート5と。で2を配ってあげると、一応やろうか。2ルート5プラス2を配ると2ルート10マイナス2ルート5と。で2ルート5マイナス2ルート5消えますもんね。だから残ったのは2ルート10これでしたよとこれで終了です。 あ、聞かれてることめちゃめちゃ簡単でしょだって正方形と長方形の特徴やってるだけだし。で、もうちょっと簡単なやり方。まあ、これ別に思いつかなくてもいいんですが、やり方を考えていくと、今、えー、この部分見てほしいんですね。これ。これ。で、ここの長さとここの長さ同じじゃないですか。つまり、長方形、求めたかったこいつの、この部分っていうのは、 ここのまっすぐと同じなんですよね。ここと同じ。だってここのさ、パコって折れたやつを、ここをこっちにカポンってはめちゃえば、こう長さと一緒じゃないですか。だから一回折れた分が、まっすぐと一緒なんで、ルート10なんですよ。ルート10。で、長方形って、これが2セットありますよね。ここにももう1個あるから。つまり、ルート10が2本ある。だから2ルート10。っていう感じ。でも OK です。まあこれ気づければ早いね。じゃあ次、作図です。 平行四辺形がありますと、ここにね。で、えっと、こいつの面積を考えたときに、BC を底辺にしたいんですよ。で、平行四辺形の、ごめんなさい、面積っていうのは、えー、底辺かける高さです。で、求めることができるので、高さを出したいとで。それを作図で書きましょう。この P を通るようにね。つまり何が書きたいかっていうと、こっから水線書きたいんですよね。底辺と高さって必ずこの垂直関係、こうやって、シャッ。 垂直関係ね、になってなきゃいけないので、垂線書きたいなって。で、いつもね、作図の時に言いますけど、中学で習うさ作図の技は3つです、主に。い垂直二等分線、角の二等分線、垂線。この3つだけです。え、これちょっとね、えっ、ー、と、3つ不安な方は、あの、概要欄にリンク貼っておくんで、そっちの授業を見てみてください。で、垂線の書き方っていうのは、この P を通ってほしいってなった場合、まず、コンパスね、適当に開いて。俺コンパス持ってないからさ、これのごめんよ。適当に開いて、 刺します、ここに。で、刺して、くるっと回します。くるーっと、こうやって。で、この2箇所、交点を作ってください。で、その後に、ちょっとね、ちょっと大きめに開いて、開いて、刺して、シュって後。刺して、同じでこれ変えちゃダメだよ。刺して、シュ、刺して、シュって後を作ると、こういう後ができます。 そしたら、この P からこの交点に向かって線を、定規で、曲がっちゃった。線を引くと、こうやって、水線を書くことができます。で、今、求めたいのは H ですよね。点 H。だから、H ここだね。ここを H にすればいいから、ちゃんと H まで書かないと、罰だからね。気をつけてね。今回書いてほしいのは点 H を書け、作図しろって書いてあるから、これを書いて丸になりますと。 いいかな大事なのはえー、っとちょっかいどうか垂線を書くときにはどこどこを通る垂線っていうのがポイントになるので今回は点 P を通る垂線これが書ければ OK。いいかな。だかこれも、えーっと 例えば、角の二等分線とか、垂直二等分線をちょっとね、複合的に複数書いてみるとかじゃなくて、ただ単にこいつを通る垂線っていう教科書に載ってるレベルだから。これに関しては。そう。それを、面積を考える上で、こうこうこうっていう前置きがあるから、難しく見えてるだけっていう。いいかなさ、あで3番です。3番はね、あの、私あの問題を自分で作るときに、結構あの、 引っ掛けようと思って、あの嫌なね、ブラック配置がよく出てくるんですけど、すごいね、この問題を作った方とは仲良くなれる気がする。<laughs> とか言ったら、<laughs> 怒られるかもしれないけど、っていうぐらいに、まあ、引っ掛けようとしてるよねっていうのが、垣間見える問題です。で、まず、これすごく大事なことで、1000円あるよね。それでクリームパン5個とジャムパン3個を買いたいと。で、クリームパンが1個 A 円なんですよ。これが。A 円。で、ジャムパン B 円なのね。 だから、買ってるものに関しては、クリームパンが A 円だから、5A。ジャムパンが3個で B 円だから 3B だよね。これが買った値段です。5A たす 3B。つまり、この買ったものの値段と、もともと持ってる1000円。この2つを比べればいいんだよね、今。1000円って持ってたお金と、買った 5A プラス 3B 円を比べればいいと。 で、今回は選択問題になってます。まあ、選択出しとくね。編集でね。なってるんですけど、もともとはこれ結構書けって言われます。つまり、選択肢を選ぶんじゃなくて、自分で、えっ、ー、と、数量関係。これの関係を不等式を使って書きなさいっていう問題が出てくるんですが、今回、なんでね、ちょっとこう、性格が悪いな、悪い性格が、あの、引っ掛けようとしてるなと思ったかという、言い方悪かった。引っ掛けようとしてるかなって思うかっていうと、ああいう上の選択肢見たときに、 合うっていうのが、線から買ったものを引いたものを考えてるんですよ。これマークっていろいろありますけどね。で、全部それ統一してるかと思いきや、いいえ、えっと、右側にあった選択肢に関しては、買ったものと1000円を比べてるんですよで。これどっちの書き方もよく出てくるんですけど、いや、統一してくれればいいのにと思って。多分そこもだからね、ある種、 解いてる子たちをね、こう混乱させようっていうところが、まあ会話見えてるかなと思いますね。まあこの部分も今回の問題に関しては大事になるんですが、えー、もっと大事なのは、もう今回は買うことができるっていうこの一言です。2 0 0 0円でクリームパン5個、ジャンパン3個買うことができますよって。なんで大事かっていうと、買うことができるっていうのは、言い換えると、 同じになっても良いと。これマジで大事です。もしかしたらこのま、あの時点でまだハテナね、頭の中にクエスチョンマーク出てるかもしれないけど、何かっていうと、1000円っていうお金と買ったものを比べた時に別に同じ値段になってもいいですよねってことです。ちょっとこっちで説明しますね。今回は、買ったものと1000円を比べた時、まず、 買うことができるって言われたら、どっちが多いですかどっちが多くなればいい買うことができる。これわかるかいこれはこっちです。こっち。なぜかっていうと、買ったものの方が多かったら、値段が高かったら買えないでしょ ?1000 円じゃ。お客様、足りません。ってなってしまうからね。だから、1000円、持ってるお金のが高くないと買うことはできません。そして、もう一個。買うことができるっていうのは、別にぴったり。 クリンパン5個とジャンパン3個買った時にそれが1000円ぴったりでも買えるでしょ。今回消費税考えてないから。だから、これだけじゃなくて、ぴったり同じでもいいっていうイコールが入ります。ま、あ小なりイコールって読むんですけど、あいつ。これでいいよねっていう話。いい。で、書き換えると、ま、これさ、順番変えたら同じになるんですが、他には、さっきね、上の選択肢でいうと、1000円から、買ったもの ね、お金を払ったら、それが同じになってもいいし、あとはプラスで残るか。これマイナスになっちゃったらあれだからね。可能買ったものの方が高くなったって意味になるから、まあこれのどっちかなわけ。だから結局選択肢を探すと、これうなんだよね。う。だから答えはうです。ちょ、こっち消しちゃおうか。答えはうね。あ、待って、これ右側多分入る気がする。入るよね。じゃここに行くわ。 で、これ結構上は考えやすいんですよ。買ったものと1000円比べてるから。で、下がちょっと厄介な場合は、これ、これ上の式ね。上を思いついた後に、これを丸々、ちょっとカッコをつけますよ。カッコをつけて移行するって考えてください。移行する。これもともとここプラス隠れてるんで、移行した場合はマイナスに変わりますよね。そうすると、線がもともとあったから、1000から、 移行したこいつらを移してきたら、もともと線の方に口が開いてるんで、そのまま、こうすれば、まあ同じ式になりますよって、これでも OK です。これが今回のポイント。買うことができるっていうのは、別に同じになってもいいですよねって話。で、なんで今回この買うことができるって部分をめちゃめちゃ強調してるかっていうと、もう一個の出題のされ方があります。有名なやつ。これは1000円とクリームパン5個、ジャンパン3個買った時に、 お釣りがありましたと。で、買うことができて、お釣りがあった。お釣りがありました。これね。この時は、<い>この時は、今これ買うことができた時、これだったでしょお釣りがあった時は、買ったものと1000円比べたら、これで終了だからね。もうちょっと斜めになっちゃったよー、大事なとこで。これで終了。また同じ。<laughs> どういうことかっていうと、ぴったりイコール入ったらお釣り発生しないですよね。お釣りがあったってことは絶対性能がちょっとでもプラスにならないと。1でも多くないと1円のお釣り返ってこないから。だからこの違いは覚えておく。買うことができるっていうこととお釣りがあったっていうことは事実変わるからね。いいかなまあ、ちょっとこれおまけになりますけど、ぜひ押さえておいてください。でもって4番です。まあ、ごちゃごちゃしてますけど、<laughs> ああ基本的な問題。 で、これは、えっと、二次関数とかの問題ね。あ、動画と、撮ってますけど、動画で。二次関数じゃねえや。関数のね、動画撮ってますけど、そこでも言うように、文字情報がいっぱい書いてあるときは、絶対こっちに書き込んでください、情報を。つまり、今回、点 A は関数 y イコール x 分の2とって言ってるから、これ x 分のほにゃららって反比例ね。x 分のほにゃらら。だから、反比例。このカーブしてるグラフ。x 分の2。こいつだよ。 これがそう。で、こっちもそうなんだよ。反比例って、右上と左下。右上、左下のセットか、左腕、左上と右下のセットになるんだけど、あまぁ、あ、ちょっと今回こっち使ってないからさ、ちょっと無視するわ。あれが反比例。で、もう一個、y イコール ax 二乗って、ほにゃらら二乗は、こういうカーブか、まぁ、あ、下のカーブの時もあるけどね。だから今、えっ、ー、と、こいつが ax 二乗ですと。書き込んでいく。で、 えっと、A を、こいつね、A と B は、この X 軸なんや、Y 軸。で、対称移動。だから鏡みたいに、ここが鏡になって反対になってますよ、と、A、B の関係は。で、B の X 座標がマイナス1です。ここがマイナス1。まあ、書いてあるんだけどね。まあ、俺はこういう書き方をするからさ、B、Y を開けておきます。でも、これ分かった瞬間に、鏡でさ、反対にしてんだから、 ここの X 座標1だよね。だってここがマイナス1だったらこっちは反対1でしょ。つまり A の X 座標は1って分かりましたよと。ね、って言ってくれてんの。で、いつも言うけど関数の問題っていうのは座標ね、点がある関数の上に乗ってたら代入して OK です。で、今こっち A 見ましょう。もろにこのカーブもこのカーブにも乗ってるじゃないですか。だから代入しちゃっていいんですよ。 でもこっちはさ、まだ A がいるから、知らない文字が入ってるから、ちょっとお前待っとけと。で、こっちはさ、y イコール x 分の2で、x のとこに1を代入したら、y イコール1分の2ってなるでしょこれ2だよね。これ何言ってるかって、1を入れた時の y 座標が2ですよって、y 座標2ですよって言ってくれてるんだよね。あらって、A 分かったじゃないと。まあ、B も分かるんだけど、ちょっと無視します。 でそうすると、今、最初は、A を求めろって言ってるの。A に関しては。だから、これ、さっきも言ったように、1の2もここさ、この上に乗ってるから、こいつらセットで、ここに代入して OK なわけ。つまり、Y のとこに 2?2 イコール、X のとこに 1?1 は2乗しても1だから、ええー、と、まあ、ちゃんと書くと a かける1か、こうなるでしょつまり、これ、A イコール2なの。はい、あー出たよねって。これで終了。 だから、関数、こいつは y イコール 2x 二乗と分かりました。で、もう一個は、じゃあこいつがね、x の値が1から3まで増加するとき。x が1から3まで増加。で、使ってる関数は y イコール 2x 二乗について考えますってときの変化の割合について考えます。で、二次関数、ほにゃらら二乗ね。 二次関数の変化の割合を聞かれるときは、式と X がホニャララからホニャララまでが必ずセットで聞かれます。これはセットで。で、これを出されたら、あとも公式です。どうやるかっていうと、変化の割合。ちょ、変な曲は。変割りにするか。変割。<laughs> 変割伝わるかな大丈夫で。変化の割合は、ここについてる数字。え ?X に乗に付いてる数字。に、かける、かっこ、 1>, 1から3までって言ってるこいつらを足し算します。まあ、こんなん書かなくていいよ。暗算でできるから、普通に。ここ足して4。それをこれとかければいい。つまり8って終わりだから。つまり、今回の変化の割合は8でした。これはいいかな。これで終了です。あー、線入ってる。ギリ見えるね。という感じになります。なので、まあ、4問通してね、皆さんがこう、どういう印象を持たれたかはわからないんですが、で、最初にも話してましたけど、 皆さんのね、実際受ける受験の時が、こんなん出てこないかもしれない。出てこないかもしれないけど、経験値として持っておかないと、万が一出た時に、頭真っ白になっちゃうよ。えってなる。え、去年と全然違うじゃん。何これって話聞いてないんだけど。って。なってしまったら、でもそれってもう言い訳できないじゃん。その子では。だから、ぜひね、こういう問題もあるよっていうのを知っておくだけでも、しかも基礎知識だから入ってるの。 多分聞かれ、言われたら今までさ、この、なんだ、シュシリーズやってる子だったら、なんだよ、それかよって思うこと多いと思うんだよね。できなかったとしても最初は。だから、全然解ける力はもうついてるわけだから。だから、こういうね、出題のされ方もあるんだと思って、経験値をね、積み重ねてもらえたらと思います。では、今回はね、シュシリーズ第78弾やらせていただきました。今回も授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。